デンマークのバイオ医薬品企業ババリアン・ノルディックは17日サルトワクチンの生産が追いつかない可能性もあるとブルームバーグ通信のインタビューで述べましたババリアンはサルトワクチンの生産を拡大しているものの需要が強まり続けているためとしていますこの状況を受けババリアンは今後アメリカに拠点を置く製造企業に生産の一部を委託することなどを検討しているということです